曜日の光景です。平日なのにデモ隊の数は警察発表で7万人以上に達しました。La TVA à 6% sur l'électricité et le gaz, ça ferait plaisir à toute la population et l'État ne devrait pas souffrir. デモには空港の保安検査員も参加しているため、多くの便が欠航となりました。こちらの方は4ヶ月ぶりに妻に会いに行く予定でした。I'm a little bit upset, but actually I respect that manner that people go on strike if they don't like something. 生活困窮により賃上げや労働環境の改善を求める声は世界中で上がっています。ブラジル、サンパウロ、アルゼンチン、ブエノスアイレス、パキスタン、イスラマバード、暴動に発展した国もあります。生活への不安、不満は反政府運動にも直結していて、一部の国では市民と治安当局が激しく衝突し、逮捕者が出る事態になっています。日々の生活が困難に陥っている人たちがこんなに増えたのは、上がり続ける物価とエネルギー価格の高騰が原因です。ロシアによるウクライナ侵攻でより拍車がかかりました。賃金は上がらないのに生活費への負担だけが増え続ければ不満はたまり続けます。本来ストライキやデモは労働環境の改善につながる重要な手段でした。しかし今それが逆効果となる事態が生まれています。전국곳에서화물연대조합원들이업무방해혐의로경찰에체포된일이있다隣の国韓国、今月初めから8日間運送業界を中心に大規模なストライキが行われました。の姿はありません。出張や旅行でイギリス各地に向かう人たちでごった返しているはずのターミナル駅、閑散としています。電光掲示板にも行き先を示す列車はありません。イギリスでは駅員や清掃員など3日間で4万人が参加するストライキが始まりました。稼働しているのは 20% ほどにとどまるそうで、ここまでの大規模な鉄道のストライキは30年ぶりのことです。電車が無理ならばバスです。しかしそこは考えること皆同じ、2階まで満席状態。今のロンドンでは数十分で済んでいた移動も思うようにはいきません。 I don't really know what the issue is about, so I guess that if so many people are on strike, they must have a very good reason. What we want is justice. What we want is now. In London now, where the housing market is uniquely cursed, rents are going up by £200-300 a month.I can tell you for free, my salary's not going up by £200-300 a month. So it's becoming a case of how do they expect us to survive? How are we expected to put food on the table, to have a shelter over our heads? It's impossible. イギリスでは4月の物価上昇率が 9% と、
40年ぶりの記録的水準に達し、5月はさらに上昇しました。そんな状態で賃上げが十分でなければ我慢にも限界があると想像しますが、こうしたストライキを冷ややかに見る人たちもいます。まずはジョンソン首相。